うわぁ、おはようございます。おはようございます。今日はね、あれだよ、ナオトナンバーだよ。おお、いよいよ。いや、いよいよってか、おめえ出るから、りょうや出てますね。じゃ行こっか。行きましょう。これからリハーサルに行きますから。うん、ホットリミュージション、今日本番で、これはナオトファミリーだから。盛り上がってますか？今日はレッドリボンの工事のイベントだから、ストレンジスクランブル、イベント名、イベント名、イベント名。はい。はい、工事。はい、キラキラ TV やってるやってる。いやー全然抜いてください。リハ行こう、リハ行こう。衣装デニムかぶりしてる。今日これからリハーサル行きますか。行きましょう。はい、リハーサル終了、行こう。お疲れ様。ロケは戻るよ。じゃあ次いよいよ本番だけど、りょうよろしくね。お願いします。はいよ。とりあえずまあさ、もうリハーサルやってきたからさ、慌てず楽しんでください。はい、3、2、1、アッスルアッスル。よっしゃ、頑張ろう。さあ、キラキラ TV ハナキーハイデイ。さあみんな見てもらったでしょ。いやー、いい日になったね。とにかくね、最高だったね。まあ俺の作品はどんなもんなのかってとこだよね。今回の俺のコンセプトとかどういう感じでやったのかってのをね、ちょっと俺が説明したいなと。ってことでね、はい、ハッスルです。ミユです。こんにちは。こんにちはじゃねえし。今現ナンバーリーダーのミユに一緒に見てもらって、ミユ的にここいいってとこ俺に褒めてもらえば俺はもう嬉しいからさ。褒められたいがために呼んだんだ。そうそうそう、やっぱフラワーとかね、なんかあんま褒めてくんないんだよね。なんかあるじゃん、ここいいよね。じゃあ早速この間のがどんなんだったかちょっと見ていこうかなと思います。組目となります。登場するのはこちらのワンダだ。ナオト、フラボーリーダー作戦だぜ。レディーガーがいるんですよ。これ真ん中にいるカーイっていうのが今回のアシスタント なわけで、今回のアシスタントはカーイ、まあもちろんフラワーでノブっていう3人がいて、ミユがナンバーリーダーになってるんですよ。うちのナンバー今回はね、今回マオちゃん出れなかったからね。わかる今のところミユ、今のちょっとみんなわかんないでしょ。これね、順番なってるわけよ、これちゃんと。ほらめっちゃ綺麗でしょ。このガサツな俺の性格からだよね。この順番にそうそうなってたり、順番にやっぱなってるんだよね、これ。今のはこっちのメンバーが一回そっち側に入ります、うん、入って動いてたメンバーこっち側来て、ちょっとこうやって一回ずらす、こっちに全然ずれた後、こっちのメンバーがぐるっと後ろ回ってるっていう絵だよね。
はい、この曲ね、めちゃくちゃ長いんです。やっとはけられるんだよね、うん、サビ組、1サビ組、こっからサビなんだけど、サビ組で次のバース組っつってちょっと分かれるんだけど、ちょっとサビ組はフラワーがいるんでチェックです、うん、ペンのフラワーここから、あの2バース目に入って歌い手が変わるんです、ラッパーがね。だからまたちょっとさっきと違うような振り付けで、この辺はね、踊り手も相当大変です。一番きつい移動がもう目まぐるしいから、うん、俺の作り方はね、うん、ここで後ろのメンバーがただ歩いて入ってきたの、ここでリンクします。そんでさらにこっちから入ってきて走って抜けてくるっていうね、うん、今こっち側のメンバーにいて、こっちの何人だっけ、これ5人ぐらい、5人だけ入ってきて、ただ座りながら振りするって、ちょっとまた見方を変えて見れるっていうお客さんはね。目まぐるしいでしょ。めちゃくちゃ細かくなってて、でこっからなんと今こっち側に気づいたら男だけがまとまってたのね、その前が。で、男の子がみんな吐けます。こっからはずっと女の子のね、ガールズ。俺意外にガールズの振りもやっぱ作れますから、ガールズの振りになります、こっから。これでまあ1曲目が終わるんだけど、ここのあの1曲目ずっと踊りっぱなしで来て、最後に来るのは女子はね、もうやばい、このガールズ。だって普通にフロアがちょっとそのブレイキンも入ってて、これはね結構いろんな人に言われたよ。あれ、あのフロアやばくないですかみたいな。足回しちゃったりする。そうそう、ウィンドミルって言って、あのブレイキングのちょっと入りをね、あれはちょっとハードなんだけど、ここからちょっとメドレーチックに3曲ぐらい繰り返すのかな、うこれはどういう感じでこうしたかって、ずっとも作品が詰まってるから、一回遊びでちょっと自分の好きな曲をウエストサイドの曲2曲マザッって曲からライフゴーズオンっていうちょっと緩くなるんだけど、そこも女の子だけタタタタ遊びでちょっとセクシーにやってもらう感じだよね。そっからだよね、ヒプノタイズって俺の大好きな BIG の曲で、男だけでブレイキング、その後、No More Money More Programs って曲で全員で気づいたら踊ってて、そこから最後、今回からアシスタントになったノブがソロだよね。このノブのソロね、ナオスさんやばかったですって俺がノブと勘違いされるっていう。そのぐらいノブのソロやばくて、やばかったです。やばいよね、びっくりしました。びっくりだよね、はい、ノブの成長は。
ノブもノブで今タレントとして事務所所属してちょっと何か鈴木ゴーシュだっけ、ゴーシュでやってるんで、ぜひねみんなそう鈴木ゴーシュの応援もしてほしいんだけど、ゴーシュのソロスタイリッシュになってくれて、めちゃくちゃ踊りがめっちゃ見えるじゃん、ポーンみたいなのも、なんか俺の想像以上にやってくれてね。で今途中でね、ノブが振りをしっかりやってる途中から、カイとミユたちがこう後ろから交差しながらいきなりおーあーから入ってくるっていう、そこから真ん中だけで踊ったメンバーがちょっとこっち下手から入ってきた、こっち側にチェンジ、次上手から来るんだけど、そこから入れ替わって全体になるっていう絵をちょっとみんな見てほしいです。気づくと全員が揃ってんのね。真ん中でノブが一人でいたのが4人 入って、下手だけ上手だけ入れ替わりながら全員が入って、今の銃声のドンから全員が入ってラストルーティンに向けていくんだけど、でこっからね、もう直人らしくないっちゃらしくないんだけど、らしくないです、らしくないでしょ、らしくないです、この終わり方今まであんまりないないでしょ、はい、ずらしっていうトン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 ってずらしてんだよね、最後もずらしっつってウィーンウィーンってなってくんだけど、ちょっとずれてんだよな、ちょっとずれてんだよ、ちょっとワイでずれてんだけど、どうなってんだこれ、ずれちゃった、爪が甘かった、爪が甘かった、ちょっとずれてるけどやってることはめちゃくちゃ分かって、みんな誰が早いんだよこれくそ。まあでもふーっていうトラックも何もないところでそのずらすっていう、シュッ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 って順番にやっていくっていうのはよくダンサーやるんだけど、ちょっと俺はあんま普段やんないよね、やんない、普段やんないんだけど、音が、音がこれだからやるんだよその音にやっぱよるから、そうですね、うん、これ誰がずれて、もう一回だけ見てやろうか犯人探し、いや犯人探しはしない、そんな悪いことは。でこの一回さ、全員このスー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 で終わった後に一回広がって、ラストこのインストだけの音っていうのかな、ドン、チャーって、この曲も本当はドン、チャー、ドン、チャーだけなの、元の曲ってのは。そうだよ、え、曲違うんですかあれ、え、曲にカッカカって音を全部俺が入れてるだけ、え、そうなんですか、え、元の曲は本当だ、全然ない、ドゥクドゥもないんです、ない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 、何にもないんです、それを分かってほしい、俺の苦悩を、さすがです、でしょ、はい、ないんだよ、それを踏まえてね、ラストね、あーすげえいいんだよ、行けよインスト、リハは良かったんだけどね、はい、やっぱっ難しいんだろう、もうカウントじゃないの、もう相手が来たやつに合わせるしかないから、この作品は本当にウエッサイで俺あんま作ることなくて、でちょっとラストも好きな曲使えたからいいなって、なんかちょっとまた思い出に残るいいナンバーだったなって俺は思うんだけど、リーダーの曲どうだった、
え、でもめちゃくちゃ本当にナオさんのナンバー今回だけじゃなくて、うん、本当に構成がすごくて踊っててめちゃくちゃ気持ちいいよね。褒められた、やっとやっと褒められたぞ。だから構成はやっぱ今の時代あんまやんない人も多いじゃない。ずっと振り付け振り付けで見せてなんか面白くする、いろんな人がスタイルがあってヒップホップの中にも。でも俺はやっぱ目まぐるしいぐらいの方がいいかなと思って、めちゃめちゃ構成やばかったですって言われるのと、もう動かしすぎじゃないですかと言われるね。でもやりすぎぐらいやっぱやりたくて、それはまあいろんなスタイルがある中で、俺はやっぱ求められちゃうから、もうこの構成でずっとやってきたから、それはちょっとやっぱりセオリーとして自分の中でやりつつ、もうちょいあの振り付けはここはバッチリ揃えるってところを作れたらな。これ今回のは今回のでまあいいコンセプトで、ウエスサイから始まって、まあ俺の一番得意なニューヨークのニュースクールに持ってくっていう、まあまあまあ俺はすごいいいナンバーだと思います。まあまあまあこんなことはあってね、また次回ね、ちょっとまたいい作ろうかな、いいの作ろうかな、ちょっと見ると思いますよ。はい、まあちょっとまた次回のねナオトナンバーみんな楽しみにしててもらつつ、実際にね生で見てもらったらもっと嬉しいなと思います。生のがすごいんだから。いや全然違います。そう、生でこうもう追うだけで楽しいと思うから、よろしく。ナオ社長のキラキラ TV、ハナキンハニー、おっせーよ。ありがとうございます。お願いします。はい、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ハッスルレディースとナオトナンバーのリーダー務めさせていただいてます、みゆです。今日はありがとうございました。今日見ていただいた動画は今週の日曜日6時から番外編でフルでお届けするので、ぜひ見てください。これからもハッスルレディース、そしてナオトナンバー応援よろしくお願いします。